はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。今巷では大人気のこのディアパソンのグランドピアノ、183E という一番ピアノがブームの頃ね、ディアパソンでも一番売れたグランドピアノです。何がいいってやっぱ音がいいし、まあ、弾き応えがあるピアノですね。まあ、従来のヤマハカワイとは、まあ、全然こう違うスタイルの、ピアノになりますので、その辺は好みが分かれるところですけども、まあ、ヤマハしか弾いたことない方実は多いんですよね。っていうのはもうヤマハが市場占有率6割、カワイが3割、その他が1割ですから、そういう意味では弾いたことないって方多いんですけども、いざ弾いてみるとなんかこう引き込まれるねって、今までにない不思議な音がするねとかね、長時間弾いてても心地いいねとかね、いろんなことをおっしゃいます。まあ、これは本当フィーリングの問題なので、弾いてみれば分かっていただけると思います。私がなぜディアパソンを熱心に押してるか、もちろんヤマハもカワイも大好きですよ。でもこのディアパソンの音は本当に素敵な音ですね。ディアパソン 183E93525 という製造番号ですね。中結構綺麗です。状態はいいですね。響板もこんな感じですね。弦のサビもないですし、まあ、届いたばっかり、まだ梱包されたばっかりなので、外装はねまだホコリかぶってますけどね、こんな感じになりますね。それでは音の方を聞いてもらいたいと思います。行こうかな。あ、ペダルが立ってないな。あ、ダメだこれ。ちょっとペダルがですね、ネジが止まってないですね。これ落ちてます。だからちょっとね、演奏がペダルを踏んでごまかしができないので、バッハを弾きます。バッハはペダルいりません。失礼いたしました。まあピアノは正式に習ってないのでね、まあ、これぐらいで勘弁してください。よう動くようになったと思いますよ。実際高校ぐらいからですね、ピアノね、音楽室のピアノを借りて持ってなかったので弾き始めたんですけどもね、まあこの辺で許してください。音は分かったと思いますね。低音もこんな感じでね、すごい伸びますね。素晴らしいですよ。またペダルをちゃんと取り付けてからまた演奏しますね。それではさよなら。